佐藤一歳像、佐藤一歳安政6年9月24日は、美濃国岩村藩出身の儒学者、意名は広司、通称は捨造、ジオ大道、号は一歳のほかアイビロー、おいわれ県。安永元年10月20日に、佐藤信義の次男として、江戸浜町の岩村藩邸下屋敷内で生まれた。成果は、佐藤片世の子孫の刑と伝えられ。 大大藩の家老を務める家柄だった。一歳も、完成2年より、岩村藩に仕え、12.3歳の頃に、井上氏名に入門し、長じて大阪に留学、中井畜山に学んだ。完成5年に、藩主、松平上雲の三男、上皇が、抗議受官である林家に養子として迎えられ、当主として、林10歳と名乗った。 一歳も近似詩門邸として昌平座科学文書に入門する。文化2年には塾長につき、10歳とともに多くの門邸の指導に当たった。儒学の体制者として校に認められ、天保12年に10歳が没したため、昌平校の受間を命じられ、広くあがめられた。当然、朱子学が専門だが、その広い見識は、陽明学まで及び、 学問仲間から尊敬を込めて、洋主院王と呼ばれた。文下生は三千人と言われ、一切の膝元から育った弟子として、山田宝国佐久間正山、渡辺火山、横井正南、若山持道、池田総安、東尾だか吉村修洋、浅香権斎中村正直林鶴良、大橋凸、伊織、川田、茂海、竹村梅斎川田進斎 山室九子、北条街道など、いずれも幕末に活躍した英才がいる。同門の友人には、松崎行道がいる。将軍寺の杉本宗春院とは、極めて親しかった。また、一切は常に時計を持ち、時間厳守を第一とする厳格な性格の持ち主で、あった。だが、万社の極では、無実の罪で窮地に陥った。 渡辺火山を擁護する毅然とした対応を取らなかったので、後々、現行不一致と批判されることとなった。安政元年の日米和親条約の締結交渉では、大学等、林副裁を補佐している。吉田松陰は、玉木文の信への手紙の中で、林家、佐藤一切らは、至って平時を言うことを意味、ことに西洋編のことともさる総揉えば、 老仏の害よりも花肌しとやら申されるゆと書いて、西洋嫌いに失望している。安政6年9月24日、88歳で死去した。長男、新左衛門の娘、町子は、田口宇吉、木村東子の母親となり、安部美子の名前は、一切の命名による。また、三男、立憲の次女、志士は、実業家の吉田健造に嫁ぎ、吉田茂の養母となった。 墓地は、東京都港区六本木七丁目の新広市寺にあるが、非公開である。大正四年十四位を追蔵された。少なくして学べば、すなわちそうにしてなすことありそうにして学べば、すなわち置いて衰えず置いて学べば、すなわち死して口ず。ありがとうございます。